ったく、俺はゲームの監修をしなきゃなんねえってのに、お前がちょろちょろするからちっとも集中できねえじゃねえか。みんなで協力して謎解きするゲームなんだからいいでしょ。そうですよ、僕だって結構出しゃばって調査させてもらってますし。お前はいいんだよ、推理の勉強でここに来てんだから。確かに毛利先生のおっしゃる通りですが、コナン君も謎解きは好きなようですし、この際僕と同じように推理の勉強をさせてみてはいかがです。小僧も俺の弟子にするってか。そいつは勘弁してくれ。爆弾と回るギア。そうか、ルリアが地下に。ひでえことしやがるぜ。ルリアだって怖い思いしてるだろうによ。だがルリアを爆発が及ばない場所へ行かせるという意味では賢明な判断だったと言えるだろう。でも早く後を追わないと。殺さないにしても何をするか分かんないよ。ああ、分かっている。私はルリアを追って地下へ行きたいと思う。それでいいだろうか。ここはオイラたちで何とかする。弟子の兄ちゃんも力を貸してくれ。ええ、もちろんです。コナン君、僕がいない間に下で何が起きたのか教えてくれるかい。犯人が起動させた兵器によってこの洋館中に爆弾がばらまかれたんだ。爆弾は古典的なやつで導火線を切れば止められるけど、数が多くてとてもじゃないけど全部は回収しきれない。爆発まで随分時間的猶予があるみたいだけど、いろんな場所で一斉に爆発するように導火線の長さが調整してあるみたいなんだ。なるほど、バラバラに爆発させるよりタイミングを合わせた方がダメージが大きくなるから。そういうこと。それから最初の爆発で昇降機がダメになった。ラネーちゃんたちを助けるには崩壊を止めるか、崩壊する前に大扉を開けるしかない。弟子の兄ちゃん、洋館の崩壊を止める方法思いつかねえか。どこに爆弾が仕掛けられているか調べてみないことにはわからないですね。まずは手分けして爆弾の位置を調べよう。爆弾が回収できそうだったらこいつの剣で導火線を切るから持ってきてくれ。わかった。結局大扉は開かねえのかよ。って、ここももう長くは持たん。ラン、みんなを連れて床の扉から地下へ隠れていろ。俺とバロアさんで出口を探す。バロアさん、よろしいですか。ああ、もちろんだとも。先生、私も残ります。ダメだ、お前はラン君たちと避難していろ。ですが。俺はやるときはやる男だ。そして筋トレのおかげで非常にタフだ。
俺を信じて待っていろ。わかりました。ランさん、行きましょう。はい。どうだ、崩壊は食い止められそうか。残念ながら建物の要となるところにくまなく爆弾が配置されています。屋根裏の手の届く範囲の爆弾は解除できたけど、崩壊までの時間が数分伸びただけだ。マジかよ、勇ましい姉ちゃんたちはどうすんだよ。大扉を開ける方法なら見つけましたよ。壁の裏がどんな構造になってるのかはわからないけど、屋根裏の大扉につながっている歯車に今回ってる歯車をつなげて回せば開けられるかもしれない。そのためには屋根裏に点在するレバーを操作し、歯車の連結を変える必要があります。オイラたちはどうすればいいんだ。僕たちが指示を出すから、団長さんたちはその通りに動いて。こっちは終わったよ。わかった、こっちも完了だ。オイラたちもできたぜ。次は向こうだったな。よし、あとはこのレバーを倒せば大扉の歯車と連結されて。あれは？あの下に爆弾が？ってことは、しまった！嘘だろ？よりによって一番肝心な部分が。連結を変えて別のルートで動力を伝えられねえか？いいえ、他の場所からつなげると歯車の回転の向きが逆になってしまい、大扉を開けられないんです。爆弾が死角に入っていたなんて、もっと早く気づくべきでした。なんとかならねえのか？もうちょっとで大扉を開けられるっていうのに。よ、あの歯車、さっき落ちていったのと直径も波数もほとんど同じだ。足場も残っててギリギリ近づける。もうこれにかけるしかねえ。安室さん、団長さん、話を聞いて。手前にあるあの歯車を爆風で飛ばし、今落ちた歯車の代わりに使う。そんなことできんのか？やってみなきゃ分かんないよ。レバーで歯車を結ぶチェーンの向きを変えて、斜面で反射するボールのように軌道を変えて誘導する。これが最後のチャンスだ。うん、それならオイラは他に爆弾が残ってねえか調べてくるぜ。移動してる途中で床が抜けて落ちたんじゃ話になんねえだろ。ありがとう、Bさん。僕たちはレバーの位置をさっさと決めてしまいましょう。これならいける。
爆弾の位置もちゃんと考えたか？問題ない。爆弾を設置しよう。渡して。おはや。配置はこれで問題ないはずだ。メガネのガキンチョ、早く戻れ、爆発するぞ。ああ、導火線が短くなっていく。爆発まで3、2、1。待った。頼む、回ってくれ。上ですごい音が。コウロウ殿、大扉が開きそうですぞ。なんだかよくわからんが、とにかくランたちを呼んできます。お父さん、コナン君が。あいつまだ戻ってきてねえのか。あの子たちなら大丈夫。屋上から地下の洞窟に回って避難してるよ。そうなんですか。うん、だからさっさと出よう。リーダー、早く。はい。大変です、歯車が落ちます。この扉は閉じさせやしない。全員が避難を終えるまでは。先生、俺は大丈夫だ。先に外に出ていろ。危ない。逃げますよ。はい、おじさま。よし。なんとか下は無事に避難できたみてえだぜ。よし、僕たちもここから早く出よう。ああ、あとは姉さんとルリアだな。